お前が先手だ。よろしくお願いします。対局開始。いらっしゃい、マサです。さあ今日もね、初心者の方、級位者の方にも分かりやすく楽しくウィッシャーを実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ今回相手の方三間飛車ですね。石田流が得意って書いてたんですけど、まあ、石田流は後手番じゃさすがにできないとは思うんですが、一応金無双急戦は狙っていきたいっすね。まあそのために5筋ついてジグザグ作っといて、でまあ金無双ではあるんだけど、まあここかな、なんかあの4号風林掛けみたいな感じのでいきたいなと思うんすけど、そうよね、まあ、仕掛けちゃう手もあるんかな。仕掛けて回ってきて取り込んで同銀でしょ。で手渡しするときに金上がればいいって話はあるから、仕掛けてみるか。回ってくるんですよね。で取り込んどいてどうすんのよね。でこうかな。で金無双に組んどいて、ほー、なんか怪しい手飛んできたね。これは2四歩を絡めるべきなのかどうか。4五歩も突きたいんよな。4五歩かな。ん？いや単に5五歩もあるな。ん？5五歩同銀2四歩同角はできなくて絶対2四歩なんだよ。5五歩同銀2四歩同歩4五桂の時に4四角2二角で2四飛車走っていく。こっちは垂らしがあるからな。これ取る手あるんじゃない？取って取れ取ったらさっきのルートなんで、垂らすんの？垂らしたら、ここ突きがあるんじゃない？で、角道通ってくるし。いや、それは4号桂でどうすんの？まあまあ、2四歩か。先に2四歩か。まあ、同角は銀が取れます。よね？だから4号桂跳ねた時にどうすんの？ 4四か2二かでしょ？まあ2、3は、まあこっち行くと、ここの歩叩きもあるんか。そうよね。で、そうなるんよね。で、走るだけ走っといて、歩打って歩打った時にどうすんの？まあ走るのは走っとくんかな。走るのは走っといて、ここ合わせる手もあるんやろうけどね。合わしたら、ぬるくて絶対手抜かれるから、垂らしとくべきなんだろうな。垂らして桂跳ねが気になるか。垂らして桂跳ね歩なって取られて取れるよね。まあ垂らしか、垂れ歩で、これは飛車と角一応2枚で守ってるけど、いやーなんじゃそりゃー。まあ角には紐がついてるから桂なるかな。桂なって角交換同銀、ここに桂打てると言ってんのか。いや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 って感じだけどね。7分、歩なるがいいのかな。歩なるの方がここで一回ストップできるから、歩なって角交換同銀、桂抜かれたら金取って取ってなってみたいな感じ。歩なりたいな。歩なりかな。歩
歩なる角交換同銀手戻したら取れる。角はないからまあ歩なりかな、これは歩なりかな、歩なり角交換まあ同銀、一応読み通りではある。それは金取るよ。で走ってってそこ歩で受けんの。それはね、まあ、桂馬取っといていいんじゃないかな。桂馬取っといて次これ角打ちにやってますよってやるんじゃない。ここの角のラインは歩で止まってるから大丈夫。まあ一回取っとくんかな。角打ちにやってますよね。そこ歩で溜まってくるよね。でこの金が邪魔してるから叩くんかな。まあ叩いて叩きの歩。まあ一回は入れたくなるけど剥がして取って取ってかな。まあ剥がしてで取って相変わらずこのと金取ると角打ちが発生してるんでと金取れないよねって話なんだけど、取らずに何かあるのって言われたら何かそれもそれやしね。ここ取られて詰めろじゃないから竜入るんじゃない。竜入って角打ちからの詰み狙いだから何か守ってくるしかないんよね。入る角打つ、まあ、入って詰めろやろ。何してくんの。まあ角は打ちたくなるわな。でやっぱあの角が邪魔なんですよね。なので角合わせるか、まあシャットアウトって意味だと歩もあるんかな。歩打ってここ打つけどどうするって聞く。歩打った時に何かあるかな。歩打ってまず詰めろかどうかっていうのは詰めろっすよね。角打って寄って金打って桂金で詰みやから詰めろっすよね。歩打ったら金打つしかないので、金打って詰めろか、取って角打って寄って金打って金打って金打って上がってこっち行って銀があるんか。金が2枚、まあ歩かな。まあ銀が手に入ればっていう話もあるんかもしれん。取っといて、いや待てよ、これ歩打って金打たして取ったらいいか。まあ詰めろっすね。とりあえず詰めろっすね。うん、そうやね、打つよね、打つよね。で打ってなんかね、これ銀取って同飛車なるぶっち同玉金打ちが見えるんよね。で金打って同、まあ放置は詰みだから金が3枚でしょ。で金打って同香銀打ちに対してこれまたこれ両方の詰めろを見てるんだけど、それどうやって受けるん？って話が見えて、金とかたくさん渡してなんか危ないのっていう話ね。銀渡すよね、まず。銀と飛車渡して、銀飛車金渡すけど、それで詰みますかという話なんだけど、詰みはないよね。だから取るか。取って、まあ同飛車でしょ？おっと、なんだその角は。わからん。まあ、わからんけど、これ、ブッチかな。3分。ブッチ、同玉、金打ち、同香、銀打ちで、どうする？この時に、飛車、金でしょ？まあ、ブッチかな。ブッチして。はい、あらした。さすがの腕前じゃの。はい、いかがでしょうか。今回ね、金無双9戦やっていきました。ぜひね、高評価、チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで本日もお疲れ様でした。お会いしましょう。